坂本冬美など業界内にファンも多いメグロ連。岩本と信仰の深いサスケ常連メンバーである漆原裕二や日置正氏もそれぞれが岩本のメンバーカラー黄色のグッズを身につけたり、ペンライトやタオルなどのグッズを用意しコンサートを楽しんだ模様。 松田大会が SNS に投稿した、ペンライト振りすぎて前腕と上腕が筋肉痛症くん最高のプレゼントをありがとうというコメントは岩本への最大の賛辞だろう。ジャニーズタレントたちが先輩や後輩のコンサートに参加し、その感想をブログやラジオなどで伝えることはこれまでにもあったことだが、SNS を通じて著名人らがコンサートに参加した感想を積極的に発信しているのは珍しい。 ジャニーズの SNS 発信との向き合い方の変化は前提にありつつも、このお祭りムードはドーム規模ならではだろう。そしてその報告のどれもが、ファンと同じ熱量を持っているのも特徴的だ。アニメオタクを自称する佐久間大介と信仰の深い参加者は事前準備もバッチリ。